あれ、人？驚いた。ここで正常な精神データに会うなんて。ザクソンのユーゴ？いや、それは僕じゃないよ。全く無関係でもないけどね。どういう意味？説明するのは、それより君たちはどうやってここに入ってきたんだい？なるほど、イーターをハッキングしたのか。自分たちをイーターが送る情報だと誤認識させて侵入してくるなんて。こんな形でアクセスしてきた人は初めてだよ。いや、そもそもここにアクセスできること自体が稀なんだけどね。君はどうしてそんなことができるんだい？この方法には相当な演算処理能力が。ああ、そうか。君はエデンとつながっているんだね。わかるの？僕も巨大なデータ構造体の一部だからね。自分と似ているものは気配でわかるんだ。と言っても、僕の方は完全に取り込まれてしまっているし、できることはかなり限られているけどね。あなたは、なん？万人のようなものさ。イーターが取り込んでしまった人間の精神データを、間違ってイーターに消してしまわれないようにね。精神データの万人？それなら、お願い、千歳のデータを返して。私たち、今井千歳を取り返しに来たの。すまない。僕にはどうしようもできないよ。僕にできるのは、ここで精神データが消されないように保護することだけなんだ。第一、体から切り離された精神データを元に戻すなんて、不可能だよ。膨大な数の精神データの中から、個人を特定することはできない。それに、仮に持ち出せたとしても、現実世界にある肉体に戻すことは、ひょっとして、それが、千歳なの？そうか。デジモンか。彼とそのデジモンとの間に、確かなつながりを感じるよ。友情や主従関係とは、少し違うようだけど。千歳は、デジモンをとても大切にするの。いつ？なるほど。そういう信頼関係もあるんだね。この子が、千歳を連れて帰る。今東京は大規模なデジタルシフトを起こしているの。デジモンが現実世界に現れる今なら、この子を介して千歳の精神を体に戻せるかもしれない。わかった。そこまで言うなら何も言わないよ。長くネットワークの中にいたせいで、僕の考え方は固くなってきてしまったのかもしれない。君たちが可能性を信じるなら、僕にそれを止める権利はない。危険を冒してまでやってきたんだ。連れて帰るといい。あなたもエデン症候群なの？ああ、そうさ。もうずっと前からね。私たち、いいんだ。僕には絆となるパートナーデジモンはいない。僕が肉体を持っていた時は、デジモンの存在は知られていなかったからね。こんなやり方で助けられるのは、おそらく彼だけだ。誰しもに、彼のような固い絆を持ったデジモンがいるわけじゃない。僕は、僕の運命に従うよ。他のエデン症候群患者と共に。精神データにアクセスしたせいで異物だと気づかれたみたいだ。僕にはどうしようもできない。早く。来ないで。
から逃げて。私は大丈夫だから。ラムも、エリカ、私のサブ落として。でもそんなことしたら。いいからやって。わかった、行くよ。エリカ、君も早く逃げて。エリカなら大丈夫。今は言われた通りにして。急いで閉じなきゃ。ああして。できた、ちゃんとできた。やったよエリカ、私も立派なハッカーデジモンだよ。落ち着いて、エリカなら大丈夫。イーターからは逃げ切れたと思う。多分エリカの記憶サーバーをシャットダウンしたの。普通の人で言うところの強制ログアウトってところかな。私もこんなことしたの初めてだよ。でもエリカの精神データは常にエデンとリンクしてるから、元から落とすしかなくて。そうだね、エリカの無事を確認するまでは安心しちゃダメだよね。エリカ、大丈夫？エリカ？誰？誰って何言ってるの？エリカ。エリカ？それ、私？君、虫？虫じゃないよ！デジモンだよ！しっかりしてよ、エリカ！私はワームモンで、君はエリカでしょ？の記憶がなくなっちゃうなんて。今日はもう帰った方がいいわ。ごめんなさい、容体はまだ何とも言えないの。シャットダウンの影響でサーバーとのリンクが切れたのが原因だって話だけど、エリカちゃんの治療は特別だから下手なことはできないのよ。処置にも時間がかかるそうだから、あとは私たちに任せてちょうだい。私たちにできることって何もないのかな。こうしている間にもリュウジは。やーやー、君たちも来ていましたか。スウェド・アケミ、どうしてここに。いえ、何を隠そう、彼女の治療の基礎理論を考えたのはこの私でして。エリカの治療方法をあなたが。ええ、そうです。と言っても基本的な理論の構築だけで治療には関与していませんが、イレギュラーなアクシデントが発生したと聞いて担当医から呼び出され、こうして参じたわけです。それならエリカの記憶を元に戻す方法もわかる。無理に記憶サーバーをシャットダウンしたせいでリンクが切れちゃったみたいなの。詳しく話を聞かせていただけますか。いやはや、そうでしたか。私の論文を解読してマザーイーターに直接アクセスを。これは面白い。やはり若者の感性は素晴らしいですね。
条件が特殊すぎて難はありますが、マザーイーターとアクセスするには非常に速攻性のある手段です。ですが、イーターを甘く見すぎていたようですね。その結果がこれです。イーターを根本から掌握するには、もっと視点を変えて対応せねばなりません。例えばイーターそのものやその一部になるなどして、いや、いやいやいや、我ながらこれはいい考えですね。真剣に検討してみるとしましょう。そんなことどうでもいいよ。エリカの記憶を元に戻せるの？戻せないの？いや、もちろん可能ですよ。彼女の記憶サーバーにはバックアップ装置が用意されています。たとえリンクが切れようとも、その装置によりシャットダウン直前までの記憶は保護されているわけです。起動時にリンクをつなぎ直すプログラムも組み込まれていますから、それを起動さえできればエリカさんの記憶は元に戻るでしょう。しかし、すぐにというわけにはいきません。外部からサーバーにアクセスするには、専門の技術者を集めて慎重にことを運ばなければなりませんので。そんな、私たち一刻も早くリュウジを助けに行かないといけないのに。そういうことでしたら別の手もありますよ。あなたたちがエデンから直接サーバーに侵入してバックアップを起動するのです。直接？基本的には記憶サーバーには所有者であるエリカさんしか侵入が許されませんが、あなたワームモンさんでしたか？エリカさんと記憶の共有をしているそうですね。しかも記憶サーバーがシャットダウンした後もあなたの記憶には損傷がないということは、あなたはエリカさんの記憶のもう一つのバックアップのような役割を果たしているのでしょう。私がエリカの記憶のバックアップ？あなたがいれば、おそらく本人同様サーバにアクセスすることが可能でしょう。記憶が同じ記憶を拒むとは思えませんので。じゃあ、私たちがサーバに侵入してバックアップ記憶を起動すれば、エリカは目を覚ますんだね。ですが、サーバ内には当然侵入者対策用のセキュリティも組み込まれています。どれだけ時間を短縮できるかはあなたたち次第です。それでもやらなくちゃ。ねえ、一緒に来てくれるよね？では、記憶サーバの基礎論文をあなた方に差し上げましょう。中に侵入するなら読んでおくといい。ありがとう。あなたはエリカの恩人だったんだね。いえいえ、そんな大したものではありませんよ。私が書いた論文はあくまでも水際対策に過ぎません。彼女の病気を根治する方法は、残念ながらこの世界のどこを探しても発見することはできないのです。私個人の意見を言わせていただければ、彼女の記憶を元に戻すのは、どういうこと？これも何かの縁です。あなた方にはお話ししておくとしましょう。この世界はもうすぐ変わるのです。何もかも。この世界を襲っているこの怪現象は、私たちの世界と隣り合う別世界、デジタルワールドの異変に端を発しています。しかし、そのおかげで世界は大規模なデジタルシフトを起こし、人為的な書き換えが可能になった。あなたたちが何もしなくても、もうすぐ世界から悲しみはなくなる。さすれば、この世界のすべての悲しみは消え、いえ、概念的に存在しなくなる。三島エリカさんを苦しめる悲しみもおのずと消滅するでしょう。まあ、理解できなくても無理はありません。世界を書き換えた結果、どのような作用が起こるのか、
簡単に言うならば、私の計画が成功すれば、あなたたちのしたこと、これからすること、すべてがなかったことになってしまうかもしれないということですよ。その時はもうすぐです。世界そのものが変わるならば、彼女に辛い記憶を再び植え付けることに何の意味があるでしょう。このまま眠らせておきなさい。今のままなら彼女は悲しみを忘れていられる。どうです？この話を聞いてもまだ彼女を目覚めさせますか？私の中にはエリカの記憶が残ってる。そのエリカの声が聞こえるもん。このまま眠っていたくない。自分の手でリュウジにフーディアを返してあげたいって。たとえ今していることが全て無駄になっても、それまではできることをしていたい。エリカはきっとそう言うよ。そうですか。君も彼女と同じご意見ですか？よろしい。私は人のエゴを否定しません。なぜならば私の行為それ自体がエゴなのですから。そこまでの覚悟があるならお行きなさい。サーバの URL を進呈しましょう。彼女の言葉、すべてが無駄になると知りながら走りますか。到底。しかしあれもまた人のあるべき姿、そういうことかもしれませんね。では私も行くとしましょう。私の望みを叶えるために。ここがエリカの記憶サーバー。スエドー・アケミからもらったマニュアルによれば、あそこの端末にアクセスすれば中に入れるみたい。スエドー・アケミにはああ言ったけど、本当は不安なの。エリカ、本当に記憶を取り戻したいと思ってるかな。最近はエリカの記憶と自分の記憶がごっちゃになって、どっちがどっちだかよくわからなくて。うん、そうだよね。今は私の中のエリカの声を信じるよ。行こう。サーバの中の様子は私にもよくわからないの。用心を怠らないでね。私、記憶、本当、記憶。
エリカ？エデンや現実世界でもあれを見たって？どういうこと？今のはエリカの記憶だね。ほら、覚えてない？ケイ、ユウのサーバでも似たようなことがあったじゃない。ユウそっくりのデータ体に触れることで私たちは彼の記憶のデータが閲覧可能になった。これは多分あれと似たようなものだよ。ユウの場合は彼を操っていたデジモンが擬似的に作った記憶だったわけだけど、エリカのこれは神城の技術者が意図して作った仮想 AI だと思う。ね、スエドー明美からもらったマニュアルによると、エリカは記憶をサーバから引き出すとき、通常の記憶と同じようにほぼリアルタイムでネットワークできるわけだけど、本来はそれを利用する際に特殊な処理が挟まるから飼育タイムが発生するの。そのせいで正確に情報を引き出せず、コミュニケーションでの利用は難しくなる。つまり記憶を正しく機能させるには、人間が精神と呼ぶものの構造およびその活動がメカニズムとして不可欠なのね。その問題を解決させているのがこの仮想 AI、エリカの擬似的な精神ってわけ。このサーバではエリカ自身の思考を模した AI をサーバ上に走らせて飼育タイムの発生を回避しているんだね。分かってないでしょ。ともかくあれはエリカの記憶を正常に管理するための精神みたいなものってことだよ。なんで君がそんなものを現実世界で見たのかはよくわからないけど、これもデジタルシフトの影響なのかもしれないね。ともかく先へ進もう。今はエリカの記憶を取り戻すのが先決だよ。バックアップ記憶がある場所を探そう。ポカポカ、ぬくぬく、お日様、あったかい、お布団、ご飯の匂い、お母さんの手、お父さん、お兄ちゃん、今日も、今日も、昨日も、ここだ！ここからバックアップ記憶にアクセス。ちょっと待ってね、やってみるから。できた！これでサーバとエリカのリンクが復旧したはずだよ。えへん！私、どんどんヴァンガードに近づいてるでしょ。あれ、まだ奥にエリアがあるね。あの記憶は奥へ移されるところみたい。あ、ちょっと、あんまり勝手に触ると。あのですね、
デジタルワールドにはデータの粒子が流れる川があって、あらゆるリンクが流れ着く浜辺があって、空にはフレームで構成された空があるんでしゅ。どうでしゅ、すごいでしょ。それ本当に本当の話？私が何も知らないからって嘘なんてつかないでしゅ。全部本当でしょ。ふーん、それならもう少し具体的に話してよ。そうしたら信じる気になるかもしれないし。いいですよ。じゃあどこから話しますか？それじゃ。あれ、終わっちゃったね。閲覧制限がかかっていたのかも。あ、ダメだよ。そこから先へ入っちゃう。閲覧禁止のデータが収納されてるってことは、この先の記憶はエリカが知られたくない記憶ってことでしょ。だから見ちゃダメ。私だってエリカと記憶を共有してるけど、閲覧禁止は見ちゃダメって言われてるもん。なんで？なんでだっけな。確かエリカは女の子で思春期だからだっけ？とにかく見ちゃダメって言われたよ。誰にだって見られたくない思い出ってあるでしょ。だってエリカの思春期は私が守るからね。もし無理やり見ようとするなら私怒るよ。そっか、分かってくれてよかったよ。それじゃあエリカのところに戻ろう。でもショックだな。私とデジタルワールドのことを話した時の記憶どう？エリカ、私のことわかる？ワームも。よかった、記憶が戻ったんだね。うん、ありがとう。二人のねえ、千歳は？あ、そうだった。エリカのことで手一杯ですっかり忘れてたよ。早く千歳のところにデジモンを連れて行こう。千歳どこにいるのかな？聞いてきてよ。ねえ、あなたエリカちゃんのお友達よね。エリカちゃんのご家族お兄さんだけだったわよね。今はどこにいるかわかるかしら？そう、できれば早く連絡を取りたいのだけど。エリカちゃんの病状ね、あまり良くないのよ。連絡先が分かったら教えてちょうだい。
よ。千歳、おかえり。やった、私ちゃんとできたよ、お兄ちゃん。お嬢。ほら、エリカちゃん、顔を見たらベッドに戻るって約束よ。うん、千歳、また後でね。ひょっとしてさ、俺すっげー心配かけちゃってた感じ。参ったな、お嬢にあんな顔させるとか。龍二、あいつどこだ、なんかあったんだな、話せよ。寝起きに聞くにはヘビーすぎる話だな。俺がアンダーゼロでエデン症候群になって、リュウジが謎のデジモン操ってザクソン敵に回して、しかも岸ベリエのなんたら計画のせいで東京にデジモンが現れるようになって、リュウジは今もあちこちでデジモン使って暴れ回ってる。挙句フェイを狙ってフーディエぶっ壊したとか。そんなん普通信じられねえって。嘘じゃないの。エリカ、千歳の顔見て安心したみたい。すぐ眠っちゃった。お前、ワームモンか。お嬢がクーロンで拾った、あの。現実世界にデジモンがって、マジなのかよ。そうだよ、千歳。リュウジのことも、デジモンのことも、全部本当なの。なんだよ、それ。シャレになんねえって。悪い。そんな大変な時に、そばにいられなくて。エリカが、千歳ならリュウジを止められるって言ったの。だから私たち必死で君を救い出したんだよ。私たちじゃリュウジを止められない。でも千歳の声ならリュウジに届くはずだって。よせよ、そりゃ買いかぶりだった。俺だってアンダーゼロでリュウジを説得できなかった。俺の声だってもうあいつに。そんな弱気なこと言わないでよ。もう千歳だけが頼りなのに。ほんまに目覚ましはりましたんやな。お前はフェイ。お医者はんが奇跡だって騒いではりましたで。エデン症候群が治ったんはアンさんが初めてやしな。優子はんも喜びますわ。アンさんら一体どんな手を使うたんや。リュウジがしたことこいつから聞いたぜ。あんたがお嬢を守ってくれたこともさ、迷惑かけたな。アンさんだってわっちらの不始末のせいで一度死んだようなもんや。お互い様どす。あんたの口からそんな言葉を聞くのは新鮮だな。それより片付けなきゃならん問題が残っとる。アンさんらのリーダーのことや。相変わらず都内のあちこちで暴れ回っとるって連絡が入ったで。なんとかし。うちのハッカーたちじゃあの男は手に負えへん。あの男のことはアンサーなで解決してもらうしかないわ。俺はアンさんが行くしかないやろな。そいつはまだ動き回れる状態やない。私も行くよ。千歳が動けるようになるまでリュウジの説得を続けよう。すまねえ、リュウジを
頼んだ。あいつずっとああやって走り回ってくれてたのか、俺たちのために。ええ弟分やないの。兄貴分がしっかりせな。情けないで。本当だな、情けない兄貴だよ俺も。こりゃのんびり寝てる場合じゃねえな。
タック開始だ。開始だ。なんとかなったね。開始だ。いっけさあ、行こう。みんなのおかげだよ。
さあ行こう。いっけなんとかなったね。始めますね。いっけ。みんなのおかげだよ。
みんなのおかげだよ。お注射言っときます。なんとかなったね。さあ、行こう。
いっけみんなのおかげだよ。